はい、今日は筑波大の、野球部の方たちをですね、山梨県、都留市にある、総合運動公園に、の送迎ですね、のお仕事をに来ております、山梨県都留市です。ここがね、陸上競技場なんですけどね、反対側この踏切を越えるとですね、滝と神社と橋がありますんで、ここ見に行きましょう。面白い踏切ですね。左右確認して遮断機を手で持ち上げてくださいという踏切でございます。よいしょ。はい、珍しい踏切ですよ。よし。はい、ちょっとね、雨降ってきちゃったんで、早めに見に行きたいと思いますが、沢の音聞こえてきましたね。あ、席ありますね。から見えるかな。おトイレね、ここに綺麗なのできて 4,5 年ですかね。おトイレありますからね。草が生い茂ってて見えないかな。あれが川原の滝でございます。はい、ちょっと橋の方からね行ってみましょうね。ね、これは大雨にならなければいいなと思ってます。雨、ね、だとね、野球中止になって早めに切り上げることになっちゃいますからね。ダイナミック展望台、そんなのなかったですけどね。ビュースポットということで、橋の上から、見どころというところで、橋行ってみましょう。すぐね、ありますからね。ここが、佐伯橋という橋でございます。水きれいですね。はい、ふんぼけてますか。はい、田原の滝でございます。横津の方からもね、出てますけどね、水きれいですね。はい、じゃああとは神社参拝してですね、入りましょう。そこ松尾芭蕉来訪の地、名所田原の滝ということで、3年前ぐらいですかね、一度来てますけどね。あ、芭蕉さんいますね。3年前に来た時はこの神社お参りお参りしなかったんでね、ちょっとお参りして、おそらく御朱印はないと思うんですけどね。さい銭箱もないですね。気持ちだけ、で参拝してきますかね。はい、田原神社です。はい、はい、じゃあこじんまりしますね。はい、お願い事項、境内は清潔にしましょう。乱れに社殿には入らないでください。また物件等を壊さないでください。手に十分注意してくださいということで、錠剤箱
かっちゃってね、中には当然入れないですけどね。はい、じゃあ参拝します。